アシュレイ・ジョンソンはアメリカ合衆国の女優。代表作は愉快なシーバーや及びブラインドスポットタトゥーの女。カリフォルニア州カマリロにてインデペンデント映画監督のナンシーとクリフォード・ジョンソンの末娘として生まれた。兄のクリスはザ・ディストリクトに関わったことがあり、姉のヘイリーとはバンドを組んだことがある。アシュレイはスウェーデン人、ノルウェー人、アイルランド人、 スコットランド人、アメリカインディアンの血を引いている。生後わずか9日後に、父親の仕事の都合で、ミシガン州に移り、デトロイトの北にあるフランクリンに移り住んだ。姉妹で、ミス・ジュニア、ミシガンのタイトルを獲得した後、アシュレイは15歳で高校を卒業した。現在は、EN、インターナショナル・スクール・オブ・ミュージックに入学し、バイオリンとピアノについて勉強している。 俳優、音楽学校生として活動していない時は、友人兼助手のミラシャーと共に、写真会社インフィニティ・ピクチャーズを経営している。幼い頃から俳優としての修行を積み、6歳の時、愉快なシーバー屋で、クリスティン・シーバーの役で出演した。その後もテレビアニメ、リセス、僕らの休み時間などを含むテレビ番組などに出演し、2000年のコメディ映画、ハート・オブ・ウーマンでは、 メル・ギブソンの娘役を演じた。2008年、ダートで、ブリトニー・スピアーズをモデルにした女優の卵、シャーリー・ケイツを演じた。ありがとうございます。